NASA による衛星画像ニジェール内陸デルタはマリ共和国国内にある多数の湖や氾濫源からなる広大な地域。ニジェール川中流、二つに分かれたニジェール川とその支流、バニ川との間に位置する。400km 以内にはモプティ、セバレ、ジェンネといった都市がある。フルーベ人とバンバラ人。 ボゾ人などがこの地域及びその周辺に住んでいる。雨季には沼は湖となり、大地には水が行き渡る。寒季には湖と水路の網目となる。牛、トウジ人ビエ、米が主要農業生産物である。古部人はマリでは特にニジェール内陸デルタに集中して居住しているが、寒季の牛の牧畜と反乱期の稲の栽培を主に行う反応。 半木の生活を送るものが多い。またこのデルタは非常に漁営が濃く、栄養が少ないと言われるニジェール川の中でも突出して漁獲口が多い。このデルタで漁業に特化した民族がボゾ人であり、古代から内陸デルタ各地に住み着き漁業を制御としてきた。内陸デルタ漁業はマリの重要産業の一つであり、 1950年代から70年代にかけては、ニジェール川の魚は、マリの主要輸出品の一つとなっていた。これほどの漁獲口があるのは、氾濫源が、寒気には、放牧地として利用されているために、牛の糞が多く、その養分が、氾濫期になると水中に供給されるためである。内陸デルタ最大の都市は、ニジェール川とバニ川の合流地点にあるモプティである。 モプティは交通の要所であり、内陸デルタの豊かな物産の集産地として栄える、ショートである。しかしモプティが都市化したのは20世紀の初頭に、フランス植民地政府が地理に目をつけて、園庭を築き開発を行ってからであり、それまでの1000年近くにわたって、内陸デルタ最大の都市は、バニガワを遡ったところにあるジェンネだった。ジェンネは、 北の岩塩や織物と南の金やコーラの実が交易される一大交易拠点であり、特に13世紀から14世紀にかけてのマリ帝国の時代、及び15世紀後半から16世紀の損害帝国の時代には最盛期を迎えた。ジェンネには世界遺産に指定されている泥のモースクが存在し、多くの観光客が訪れる。拡大しているサヘルに近いことから、 ニジェール内陸デルタでも、降水量の減少が心配されている。19世紀初頭、この地域にセク・アマドゥが、マシナ帝国を築き、1820年に、首都、アムダラアイを建設した。1862年、マシナ帝国は、ウマール・タールのトゥクルール帝国に征服された。トゥクルール帝国はフランスに征服され、この地域は1960年に独立した。 マリの一部となった。ありがとうございます。